ありがとうございました。あの慶応の応援は私の監督人生の中でも佐賀北の時とかいろんな応援の場面がありましたが、すごい応援でした。慶応の応援すごかったけど、一人一人が力いっぱい声を出したのは絶対功労だと思って、僕は、俺はアルプスを見ながらそう感じて、絶対やってくれる、こいつら勝ってくれると思って信じてやってましたけど、勝ちたい勝ちたいが勝たんといけん勝たんといけんが監督にありすぎて、お前らの力を十分出してやることができなかった。もうそこが敗因です。もうそれしかない。響きはよう投げたし、ヒット打ってもいち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 何か言われてる坊主もかわいそうだったし、毎日毎日怒って闇の一つで終わらんよの。何回あったんや、10回、何回ぐらい直しもかかる。そこは1回中等です。辛いこととか嫌なことばっかし言ってきたけど、それはお前らを信じとるし、遠慮がないけ言えた。お前らにも親御さんにも、これからが勝負じゃけ、3年生は絶対負けんな。こっからが始まるけの3年生、特に控えで頑張ってくれた3年生、広小の時に勝ったあの涙、負けた時の涙、嘘じゃないよな3年。どうなんやコース、嘘か。本当ですな、はい、嘘で涙なんか出るか、子供がそういう思いを持っての、今からいろんなところで挑戦していくけど3年生、俺ができることは何でもするけど、これから先はお父さん、お母さんに感謝の念を持って自分の道をしっかり歩んでいけよ。いつでも怒ったるけえの、本気でいつでも帰ってこいよ。3年あんたが、はい、はい、どうやった。これから先いろんなことがあると思うんですけど、ご父兄の皆さん、でもこいつら本物なんで、偽物が多いんですよ最近ね。でもこいつら本物です。お金とか名誉で動きません、性根で動く、性根で。今時いません、こいつらを今からも支えてやってください。子供ですから、間違うことも失敗することもあります。その時にどうか背中を押して、何かあったら功労に行ってこいって言ってやってください。いつまでもお前ら教え子、はいはいはい、いつまでも教え子なんです。控えの3年には本当にもう頭しか下がらんけど、これから自分らの進路が重いのな、ちゃんと下級生の見つけるはい、はい、女子野球も一緒だ。女子野球、はいはい、甘えるとやれよちゃんと。あとは、はいはい、ありがとうね応援の。バスに揺られてから大変だったと思うけど、ありがとうな。以上です、ありがとうございました。現役として自分たちを支えてくださってありがとうございました。こうして自分たちが最後の夏甲子園で思いっきりプレーして楽しく野球ができたのは、本当に保護者の方々が自分たちの好きな野球をやらせてくださったからできたことであって、そのことへの感謝の気持ちっていうのは全員が絶対持っていると思っています。
この夏本当に悔いがないというか、本当にやり残したことはなくて、それができたのも保護者の方の力があってだと思っていますし、一人一人がその辛い時だったりとか、いろんな気持ちがあった時も、こうして2年4ヶ月頑張ってこれたのは保護者の方がいつも近くに支えてくださったからと思います。日本一という結果で恩返しをすることはできなかったんですけど、これからも野球をするにしてもしないにしても、別々の道で今度はライバルとして頑張っていくので、まあ、同級生に誰一人として負けないように一人一人が頑張っていくので、またこれからも迷惑や心配をかけてしまうと思うんですけど、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。頑張るんだよお前ら、はい、頑張るよ絶対、はいはい、やってきたことが嘘じゃないんだけ、いついかなる場合もどこでも頑張るで、場所が変わっても広さが変わってもの世の中出たらお前上司も社長も全然違うんだけど、今やってきたこと出し切ったら大丈夫だよ、頑張るんだよお前ら、はいはい、ありがとう。